こんにちは、リュカルです。皆さんは冬になって出回る食べ物ご存知でしょうか？そう、いちごですよね。というわけで今回は、いちごのね、あのお菓子をね紹介したいなと思います。今回僕が紹介するのはもう発売されてすぐのものになるので、まあ、この動画を見てね、あ、美味しそうと思ったらね、ぜひ近くのスーパーとかに行ってね買っていただきたいなと思うんですけども、僕が気になったものをね3つ紹介していきたいなと思います。まずはね、これチロールチョコなんですけど、チロールチョコのいちごバージョンなんですね。これチロールチョコって1個で売ってることあるじゃないですか、よく。これ包装されてて何個ぐらい入ったのかわかんないけど、まあ何個か入ってるやつのものになります。で、なんか味が分かれてるんですよね。このいちごコンフィチュール、いちごショートケーキといちごムースと、まあ、全部いちごなんですけど、いちごが好きな方にとってはねこの上ない贅沢になってるんじゃないですかね。どれがいいかな。これね、チロールチョコ、いちごショートケーキ、いちごブレッテルケーキ、いちごショートケーキ、いや言うてね全部同じような味だと思うんですよ。うん、こんな感じですね。うん、美味しいですよ。美味しい。いちごのショートケーキかって言われたら微妙なとこですね。いちごのムースとかだったらまだ若干食感が違うんじゃないですかね。ビスケットが入ってるんで、いちごのショートケーキっていうよりかはタルトに近いような食感ですね。これ、あ、これです。これですね。いちごのムースですね。これ。これはなんか柔らかい食感なんじゃないですかね。これ。全然食感が違いますね。こっちの方がいちごのムースだ。この絵にはねこういう感じで書いてますけど、この上、いちごのムースの上に乗ってるこのクリームみたいなやつ、クリームじゃねえな、もうこれ赤色のやつね赤色のやつの味に似てると思います。あ、やっぱいちごうまいな。なんか最近よくね、いちごのなんだっけ、シュークリームとかよく食べるんですよ。あれがねすごい美味しいんですよ。じゃあ次紹介していきましょう。次僕が紹介っていうか気になったものはこれですね。じゃん、こんにゃく畑のいちごバージョン。いちごじゃねえ、いちごミルクってやつですね。ね、こんにゃく畑っていうと大体そのぶどうとかりんごとかそういったものを思い浮かべると思うんですけど、なんとこれはですね、いちごミルクという乳製品が入ってることがわかんないけど、乳製品に近いような感じのこんにゃく畑なんですね。これすごい珍しいなと思ってちょっと買ってみたんですよ。最近ね、こんにゃく畑ってこういう形は昔からあったんですけど、なんていうかな薄っぺらくなったこんにゃく畑が最近出回ってますよね。まあ喉に詰まりやすくなってるからしょうがないんだと思うんですけど、やっぱこんにゃく畑って言えばこういう形ですよね。ね、これですよ。まあ、同じなんかね、ちょっと食べてみましょう。おお、なるほど。あ、結構味濃いですね、これ。あ、結構来るわ。結構来るわってなんだ。結構いちごミルク感すごいですね、これ。うん、まあこんにゃく畑でこういうミルク系の味っていうのは今まで聞いたことがなかったんで珍しいなと思ったんですけど、まあその寒天とかねあるじゃないですか、牛乳を使った寒天のデザートというか、そういったそういったものがあるんで、まあ別に変な味はしないです。本当に
いちごミルクの味がすっごい濃いこんにゃく畑って感じがする。普通ね、あのぶどうとかりんごとかそんなにね、めちゃくちゃ味が濃いようなイメージじゃなかったんですけど、これめちゃくちゃ味が濃くて、いちご好きには非常にいいものだったんですかね。じゃあ次行きましょう。これ良かった。まあ個数はあんまり食べれないかもしれないけど、良かったと思います。で、今回僕がね、一番気になったやつがあって、これなんですよ。ルック、激戦4種のいちごというわけでね、なんと、全部いちごっていうわけでね、これ正直ね、味の違いなんかあるんかなってすごい不思議に思うんですけど、ちょっとこれ食べていきましょう。いちごの銘柄なんてね、あんまり気にしたことはないんですけど、甘王とかよく聞きますよね。見えづらいな、こっちでいいな。甘王と、とちおとめは聞いたことあるけど、あんまりピンとこないな。と、紅ほっぺもそうですね。ゆうべになんか聞いたことないですもん。これね、いやでもね、色とかもちょっと違うかなと思ったけど、ほぼ違う。紅ほっぺがちょっと赤いけど、それ以外は全部同じ色だわ。これ本当に味に違いあるんかな？すっごい不思議に思うわ。まあ、ちょっと味の違いがちゃんと分かるように、ちょっと味をリセットしましょう。今、いちごの味になっちゃってるんでね。で、まあ、一緒に買ったやつがこれあるんですけど、このほうじ茶ラテ、ね、僕全然知らなかったんですけど、これ結構人気らしくて、結構売れ切れてるところが多いんですよね。まあ、ちょっと前の話にはなるんですけど、もうそれでもね、人気なものなんですよ。なんかね、ほうじ茶ラテって書いてあるんで、もう味は本当に味というか香りがほうじ茶でミルクティーみたいな、そのまんまですけどね。ほうじ茶の香りがするミルクティーって感じ。だから最初はなんだこれみたいな感じになったんですけど、でも飲み続けてみると意外とね、さっぱりしててね、めちゃくちゃ美味しいです。だってね、幸せの香りなんでね、これ飲んだら幸せになりますよ。つうわけで、よし、じゃあやっていきましょうか。さあさあさあ、感じ？ほうほうほう。なんかトレイになんかね、いちごの種類が書いてあると思ったら全然書いてないんで、ね、こういう感じで見て食べるしかないですね。じゃあまずは、あ、どうしようかな。甘王が一番なんか味が強そうな気がするな。こっちからいこうか。牛紅。あんまりいちごの味しないぞ。おー、まあ、こんな感じか。ゆうべにっていちご食べたことないんでね。まあ、それ言ったら全部いちご食べたことないけど。まあ、わかりました。ゆうべにの味は大体わかった。次、ブリンホッパーですね。あー、甘いね。ブリンホッパーは甘い。これ。あれだね、一個一個、味リセットしないとダメだわ。さっきは郵便にももしかして紅茶ほうじ茶ラテ飲んだからあんまり味がしなかったのかな。まあいいや、次はとちおとめですね。あ、全然そんなことないわ。とちおとめは酸味ありますね。あんまりね、味比べなんかしたことないですけど、僕全然味わかりますわ。じゃあ最後、甘王ですね。これ一番僕の中では一番ベーシックなやつなんで。なんだろう、やっぱ酸味は効いてますね、結構。酸味も効いてるし、途中から甘くなってくるしみたいな、全然わかんねえわ。いや、これでもね、僕はこんな風に食べましたけど、他の YouTuber の方だったらこれ使ってね、
どれが何味かっていう、そういうゲームもできますよね。今食べたのはとちおとめでしたみたいな、そういうことできるんで、おすすめなんじゃないですか。もうこれなんかもほんとね、今18やったっけ、18日、19か、17とか18ぐらいに発売されたばっかのやつなんで、皆さんぜひ買ってみてください。はい、というわけで今回はね、僕の気になった新商品、いちごの新商品のお菓子をね紹介してきました。僕のこの中で一番のおすすめはどれかな、やっぱこれですね。このルックとかチロルはだいたいなんとなく味の想像つくんですよ。いちごのチョコレートだし、こっちは、ビスケットも入ってたりするチロルチョコだと思うんですけど、このこんにゃく畑に関しては味の想像ができなかったんですよ、全く。でその分期待してたし、期待通り味の濃いこんにゃく畑だったんで、これが一番良かったと思います。値段もそれぞれそこまで高いものでもないので、お手頃価格で買えますので、皆さんもぜひお買い求めください。というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。さよなら。